はい。じゃあ、かまゆかです。今日はですね、3月22日金曜日からのですね、日本株を中心にした短期の私の相場感ですね。それから気になる金融と経済とビジネスの動き。そして最後にですね、注目3銘柄ってことで、今日材料が出てですね、明日動くかもしれないですね。そんな銘柄をですね、皆さんと一緒にシェアしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。でおめでとうございます。ということでね、まずはブラボー。ブラボーということで、 投資をですね、日経平均ですね、えー、終わり値がですね、812円高ってことで <laughs>、爆上がりして、4万飛んで815円で取引を終えましたね。史上最高値更新ってことで、まあ、いいじゃないですかってことで、まあ,あね、大きく日経平均が上がりまして、まあここまでですね、えー、強いのかというくらいですね、配当権利落ち日前ということもありますし、米国のですね、パエルさんがですね、まあ、年3回利上げをすると、本当はですね、 7回のはずがですね、3回に減ってるんですけども、まあ、市場はですね、むしろそれを効果を持って受け止めるというですね、減ってるじゃないかという突っ込みは、まあ、ないというところで、まあ、そうした中ですね、まあ、日本株もですね、米国のですね、落下のに連れ立って、さらに上がっていったと。そしてですね、まあ1月から続いているですね、この日本株ブームの、まあ、追い風ですよね。これがですね、まあ、さらにいい どん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 ですね。日本をの株をですね、上に上に持ち上げてるんじゃないかなと。そして海外投資家ですね。ちょっと今日時間がなくて見れてないんですけど、おそらく買ってるのかな。まあ、この後ちょっと見ますので、えー、ちょっとね、リアルタイムでほぼほぼ届けていますので、海外投資家もですね、ただ、今のね、日本株ブームにね、乗り遅れまいと、どんどん,どんどんどんですね、日本に資金を流してるんじゃないかなと思っています。そして、ここからですね、世界中の富裕層にですね、 日本外だということを進めて、ポートフォリオのですね一部に、米国株以外のですね、日本株のその割合をちょっとね、設けていくと。まあ、その方がなぜかというと、手数料ですよ。うん。えー、儲かりますし、今までのようにですね、米国株ばかり進めていても、富裕層も飽きてきますからね、他の国はないのかと。もっとね、おいしい、儲かる市場はないのかという、というもんなんですよ。まあ、経営者もそうですよ。僕はもう今、一切やらないですけども、やっぱりね、えー、会社を立ち上げてですよ。 まあ、ある程度ね、今までずっとこうね、デスバレーで、なかなか利益が出ない、そういったステージからですね、ある程度利益が出るようになってくるとですね、300万とか、500万とか、1000万とかなってくるわけですよう。もたらもっとね、えー、その車以外にですよ、車用車以外に、美味しい、節税方法ないのか、節税商品ないのかとなってくるわけですよね。そうした中で、まあ余計なですね、まあそういった節税商品に手を出して、まあ、痛い目を食らうと。 おまあこういうことの繰り返しですよね。僕はもう期末にですね、えー、そういった、えー、保険であったりとか、なんかね、こう、よくわけのわからないですね、コインランドリーとか、<laughs> まあ航空機のリストがなってくるとね、これはこれでまたその節税の,そのステージが違うので、えー、いいんですけども、まあそんなね、我々のような中小企業のオーナーができる節税プランなんて、たかが知れてるし、やらない方がいいということになるんですけどね。まあでも、やっぱり初めのうちは、そういった商品に手を出したがるんですよね。飽きてくるので。 で、富裕層も同じですよ。やはり、もう米国ばっかりと飽きてくるんですよ。ちなみに、新 n 差もそうですよね。ずっと積み立ててばかり言うと、いずれ飽きますよって話しますよね。もうそろそろですよ。お皆さんですね、中には、まあ僕は新 n 差一択でいいやとかね、ああのオルカン一択でいいやとか、えー、EMAX3 も一択でいいやとかね、うん、まあそれだけでね、えー、もう30年積み上げていけば、他にやる必要ないし、 忙しいから、みたいなね。本業忙しいんだから、株式投資の勉強なんかする時間ないしとか言っていたのがですよ。そろそろ日本株の個別株に手を出そうかなと思ってません思ってるはずなんですよ。僕もね、そういった流れになりますよってことをね、去年ぐらいから言ってきましたけども、そう。飽きちゃうんですよ。同じことばっかりやっていてもね、いくらそれが楽であって、そして、まあ、確率論的にもですね、まあ、一番儲かりやすい方法であったとしてもですね、やはりこれだけ日本株がイレギュラー値としてね、まあ、つまり、平均値を上回るですね、 上昇を続けていたらちょっとこの瞬間だけでもね、うん、個別株やっていった方がアウトパフォームしてね成績が良くなってより資産経成のスピードが上がるんじゃないかと思うものなんですよ。これもやっぱり結論を言うとね飽きてしまうからですよね。これまでと同じ、うん、流れ、うん、同じスピード、うん、同じ景色ってものに対してこのままじゃどうなのかなとと、うん、いうふうに思うものなんですよ。同じような形で富裕層も飽きてきますのでそこに手数料を稼ぐために。 そしてね、えー、継続して投資を、ね、してもらうために、資金をつまり預けてもらうためにですね、ヘッジファンダーとかね、機関投資家っていうのは、新しい仕組みをですね、提供すると。だから銀行とか証券会社に行くとね、ちょっと話長くなりますので、これぐらいしますけども、なんかね、地球を救うためのね、その s g s 銘柄特集とかね、えー、余計なものを提供してくるわけですよ。あれだってね、やっぱり飽きてしまうからで、ね、今ね、世界をこう救う s g s に、えー、特化した、 でそういった金融商品ありりまますので、ぜひこれやりませんかとあ。いいかもしれないと。でやはりねえずっと米国株だ,だけだと飽きちゃうからねみたいな形で手を出しちゃったりするわけですよね。富裕層も同じなので、ね、日本株を組み入れて今ここから日本株ブーム来,ます来てますし。 インフレになってますからね、ぜひ、ちょっと投資をしてくださいって言った方が、営業しやすい。皆さんもそうですよね。営業しやすいですよね。まあ、このような形で米、海外からもですね、長くなりましたけども、僕のね、ストーリーマンダもですね、えー、こういった形で資金が流れ始めてるというのもあるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、半分実図だと思いますね、うん。うん。おそらくそういうことが起こってるんだと思いますね。で、ある程度組み入れられたあ段階で、当然ね、自分たちの顧客のね、その、太いパイプの、 不登、ね、客のですね、富裕層たちを儲けさせないといけないわけですから、あそろそろね、全員揃ったかと、おいいね、ということで、モルガンスタイルとかね、JP モルガンとかの CEO が、日本、今ね、非常に注目してますと、ここからはね、買っていきたいみたいなことを発表するわけですよ。全体のね、この準備が整った段階ですよ。もうその瞬間が近づいてるんじゃないかなと思っていますので、もうね、あとはね、その CEO たちのですね、うごめきですよね。うごめきを待つだけと。 いうことになるんじゃないかなと思っています、ね。そうした中で、まあね、今日は市場最高値を更新したと、どんどんどん資金が流入してるということですね。まあ、4万5千円からね、5万円ぐらいまでは見ています。でね、こ,このですね、今後の戦略についてですね、まあ今日もね、話していこうと思うんですが、そう、その前にですね、X の方でこんな投稿をしたんですが、 なんとプレゼントをいただいたってことでね、一応まあ話しておかないとね、せっかくもらったので、と思っていますので、ぜひね、ちょっとまあ簡単に聞いてもらいたいんですけども、バルキリですよ、バルキリ、マクロスのですね。これをですね、えーと、会社の方に送っていただきまして、ありがとうございますと。一応やっぱり、ね、お礼は言っとかないとな、ということで話させていただいてます。ただね、もうプレゼントは本当に、えー、大丈夫ですので、もうこういったね、資金、お金があるのはね、ぜひ大切なご家族とかね、えー、お子様の未来のために使ってくださいと。 思っておりますので、もう本当パトレーバーとか全然いらないですので、あのね、もうパトレーバー,パトレー,バーとかね、本当にいいもらっても、ね、えー、本当とリボルバーですよね、を、えー、片手にね、こう備えて、こうね、 後ろに置いたいとかしないので、もうやめてくださいと。これ冗談ですからね。本当に、あの、もう入れない、入れませんので、お子様,お子様のためにぜひ、あのね、投じてもらいたいなと思っております。一応ありがとうございます。ということでね、えー、ご紹介しました。ということで、早速ね、本編の方に移りたいなと思うんですが、2経平均ですね。だから高値を更新して、新高値ですね、来ちゃいました。だから、まあ、4万500円ぐらいのところに節目があったんですけども、まあ、安々と、安々と突破してくるということで、ここから先、節目がまたないです。新高値を更新したのでね、 だどこまで上がっていくか分からないですけども、まあ、配当権利落ち日ぐらいまではね、順調に、多少踊り場があったとしても、上がっていく可能性があるんじゃないかなと思っていますね。で、ここから先どうなのかと。まあ、一応、あの周り的にはですよ、僕のポジショントークはちょっとこう置いときまして、あの周り的には C、まあ、C56 ぐらいは調整しやすいんじゃないかなと僕は見ています。まあ、夏枯れですよね。で、8月ぐらいにした、あ、 のですね、そこねをつけてまた9月10月,12月11月と11月12月と上がっていくというのがまあセオリーではありますね、まあ、パターン法則性、まあ、法則性とかいうものはでも覚えておいた方がいいんですよビジネスもねあとはまあ金融も投資も含めてね企業も全部パターンがありますからねどこで失敗してどこでつまずいて、えー、どんなね過ちを犯してそれで気づいてねで、えー、そこから自分に向き合って 自分の器が大事だっことに気づき始めたら、えー、そこからね、真剣に勉強し始めて、奥を越えて安定的な成長する会社になっていくとかね。例えばそ、ね、その失敗の一つに、節税に走りすぎてね、うん、帰って損をするとか。これも、誰もが、誰もが、あむパターンなんですよね。こういった法則性をあらかじめ知っておくと、まあそういった同じ、 あやまちとか、遠回りをし,しないで済みますよね。まあ、ここのチャンネル結構経営者の方もね、えー、をたくさん見てると思うんですが、まあ、税理士とかを除いてですよ。まあ、その人はもう初めからそういった予備知識とかね、パターンを熟知してる側なのでね、まあ、置いときまして、やっぱ経営者ね、絶対にそうですよね。もうちょっとね、利益が出始めると、もう1円でも税金払いたくないみたいなね。もう、なんならね、うん、もう赤字にして,ても,も持ってかれたくないと。まあ、それはね、わかるんで、そこまでの苦労がありますからね。ようやく、 自分のね、給与を、まあ、もらえるようになって、初めて出た利益とかって、国に取られたくないんですよ。ビタ一万も取られたくない。だから節税商品に貼ってしまう。で、そういうの分かってるんだね。保険の営業ンとかもね、そこに付け入れてくる。付け 行ってくるんですけども、まあ結局それから、ね、過ちの始まりということになります。大体の時はね。今はもうね、払っちゃうとか税金は手残りが残るし、企業価値も上がるのでと、とこういう思考になっていくるものなんですよ。10年ぐらい経つと、会社経営者になってね。まあこうなってくると、より会社は安定的になっていくんですけども、これもね、その過ちの失敗とかパターンがあるということですよね。 その。で、そういうものを知っておくといいってことで、えー、だから4月、5月、6月、そして8月にそこにつけて9月くらいから上がり始めるていうのは、一応パターンです、すそうなると言ったわけじゃないですけどね。だ今回、レギュラー的にー、大統領選挙がね、米国がありますので、これがどのぐらい日本とか米国の、いわゆる、為替であったりとか、株にね、影響を与えてくるかっていうので、ちょっと読みにくいところはあります。ちなみにこのチャンネルではね、もう話してますけども、一応、米国の大統領選挙イヤーっていうのは、あの、小型株が まあ上昇しやすい。うごめきやすいと思います。ちょっとうごめくが今日ちょっとお気になるのでね。うごめくってちなみにね、え、YouTube チャンネルありますよね。たまに見るんですけど、おね、えー、あ、なんだったっけ何虫でしたっけちょっと忘れちゃいました。えっ、ー、と、よくう、ちょっと今日も脳がちょっと疲れてるんであれですけども、そういったね、寄生する動物をね、ずっと特集してるうごめくっていうチャンネルがあるって結構面白いですけどね。えー、そういった意味ではね、うん、まあ小型株が大統領選挙よは上がりやすいので、まあこっから、 逆にですね、四5 6大型株とか、バリューシフトはまだ続いてますけどね、僕はその見立てた通りですね。下がって難聴になるんだったら、その代わりに、夏、狩りの間に小型株が動くっていうことは、まあ日本の場合はマザーズとかになりますけどね、えー、あり得ますね、うん。絶対起こるってわけじゃないですよ。うん、そういった予測も立てられるということになります。まあだそういった形で、えー、まあ、考えると、3月末、配当、権利地日、 前ぐらいまでは、このね、強い相場が続いていく可能性はあります。特に、金融は今日上がりますよね。俺は金融来たじゃないですかと。金融来ますよとをね、えー、皆さんにお伝えしてますよね。特に、えー、僕が持っている金融株はですね、まあ、軒並みも爆上がりしてますね。ちょっともちろん、小別株の銘柄名は言わないですけどね。 皆さんの方で、まあ、それはそれで、いろいろ、まあ、調べてもらえたらいいんじゃないかなと思いますが、来てないことはないんですよ。うん、来てますから、ちゃんと。うん、メガバンクばかり目を向けてたらね、それはなかなか、あもう、理学のステージに入っているメガバンクもありますから、難聴な可能性がありますけども、むしろ、ね、他の地銀とか、今日爆上がりしてますし、昨日だって上がってるメガでありますからね。ただ、まあ、上がっていったところが、まあ、ピークの場合もありますからね、もうそろそろ材料出尽くしになる可能性もあります。うん、今が一番、 まあ盛り上がりやすいですから、金融セクターもね。ここから先どうなっていくのかと。例えばね、ここから先マザーズっていう可能性ももちろんありますし、他のまだ上がっていないセクターたくさんありますからね、たくさんももうないか。僕は知る限り4セクターぐらいですかね。まあそういうところをご自身で探してですよ。うん、まあ賢く先回りしていくっていうことも、まあ一つ手としてはね、あるんじゃないかなと思っています。まあとにかくね、今日まあね、循環部署がまた起こって、えー、銀行、それから証券ですね。 大幅に続進していますので、まあ、こっから持ったらね、えー、儲かるかどうかっていうと、これはもうちょっとわかんないですね。ちょっと材料はもう十分出てますから、まあ、出尽くしでそろそろ下がる可能性もありますので、一応ね、まあ、後輩株が銀行証券系多いので、まあ、3月末まではもしかしたらまだ上を目指す可能性もありますけども、まあ、あってそのぐらいの可能性もあるんじゃないかっていうことをちょっと頭の形に入れながらですね、 まあこの辺りのセクターもね、探ってもらうといいんじゃないかなとは、僕個人的にはここはポ,ジションポジショントークですね。ポジショントーク。思ってはいますね。で、先物を見ていこうと思うんですが、ニューヨークダウンの先物ですね14。141ドル高ってことで、まだ上がってるんでしょう。まだ上がるかと。こらニューヨークみたいな、そういった状況になってて、テンション高い。めっちゃ疲れてるんですよね。疲れると疲れるほどテンション高い。ただ、口はあまり回らないというね、そういった状況になってます。だから最近はね、あの、あれですよ。 あれ、魚のオイルですよね。DNA でさ、っき <laughs> じゃない。やばいな、本当に、脳がね。あれですよ。フィッシュは、まあ、フィッシュオイルのことね。フィッシュオイルを最近はたくさん飲むようにしてますね、朝からね。うん、そうするとね、あの、おトレに行くと、変な話じゃなくてね、フィッシュオイルの匂いがするんですよ。あのサプリたくさん飲むとね。まあ、でも脳に非常にいいということで、まあ、最近はそういったこともやっています。あまり脳をね、たくさん使うと、ちょっとね、脳の血管とか、 切れかねないんじゃないかなって最近本当に真剣に思ってるので、だからほんに最近はゆっくり話してます。昔はなんかとにかく早口こそもう皆さんのね、えー、満足度を高めるんじゃないかってことで、とにかくまくしさってましたけども、最近ゆっくり話してますよね。ちょっと遅いぐらいなんじゃないかなと思ってる人もいるんですけど、理由はそこですね。ちょっと脳の血管切れちゃうの嫌だなと思ってるので、結構ぐるぐる回してるんですよ。話しながら全部アドリブで話してるのでね、一切編集なしでね。 うん、まあそういうふうに考えると事前準備もなしで話せると結構この真相世界のですね脳の中の真相世界、まあ、真相をの奥の方からですね、えー、結構気を引っ張り出しながら話せるのであなんかたまになんか 痛い時はその脳の片方がね、まあ別に問題はないんですけどもね、えー、ただまああまりやりすぎると良くないなってことでね、えー、もう余談がちょっと今日多いので、ここから早くしていこうと思いますけども、えー、で、それを受けてね、日経平均も62円高ってことでね、まだ上がるかってことで上がっています。本当はね、えー、夕方ぐらいに見たらですね、120円ぐらい上がってたんですけども、ちょっと下がってますね。 ただまあ,あ、ここは強いなぁということでね、その、押し目に押しめなしという状況になってますので、もう、あれですよね、あと8日、配当権量チームまでね、ちょっとこのまま走っちゃう可能性もあるんじゃないかなと見ていますね。で、それよりもね、いろいろ金融の動きとかね、経済のニュース、それからね、注目3名からということでね、後半も紹介していこうと思うんですが、その前にですね、今、X でですね、毎日投稿してます。X はいいですね、あまり脳使わないので、僕はあの、 書くとかね、えー、文章を作るのは得意なので、まあ、そういった意味ではね、えー、毎日朝からですね、一発で運気が上がる方法とかね、株だけではなくてね、あと為替とか、えー、株式投資の、まあ、勉強方法ですよね。億を稼ぐための。まあ、こういったここでは紹介していないのね、えー、文章も文字情報として、ね、お届けしていますので、情報ですね。ぜひこちらの方もリンクを貼ってありますので、ビコラにフォローしてもらえたら嬉しいなと思っています。ということでね、日経平均ちょっと振り返っていこうと思うんですが、金融のね、動きのとしてね、 えまずは今日、窓を上げてますか。すごいですね。800円近く上がりましたからね。一時500円ぐらいのね、上昇だったので、まあ、それでもね、あ強いなと思ったんですが、そこからさらに買いが買いを呼ぶってことで、まあ、個人投資家ももう待ちきれないですよね。もう、どうどうどうって形でね、抑えようとしても、もう無理だ行くぞってことで、もうポジポジ戦争を仕掛けてるってことで、<laughs> まあ、まあいいんじゃないですか。うん。あとはもうね、あしっかりと、自己コントロールしてね。 リスク管理をしっかりしながらこの街に乗るっていうのも、まあそれはそれで楽しいでしょうと思います。触れれば触、ね、れたらまあもちろん信用維持率をしっかりと見ながらね、うん、自分のリスク強度をちゃんとね、測ってもらいたいなと思っています。信用維持率は当てにならないですからね。このチャンネルは何度見てるので、ちょっと今日はレギュラー編なので、これ以上話さないですけども、信用維持率ほど当てにならないものはないと思ってください。うん、また週末でその辺はね、話します。時間があればね。 で、ただも今日窓を開けたので、えー、812円高ってことでね、4万飛んで815円で取引を終えてますね。まあだからは、ここもう新高に更新しちゃいますがね、ここの部分ね、節目でも何でもなかった。むしろ節目をね、窓を開けてきたので、まあ相当強いですよね。こんなの飛び越えろってことでね、一気に窓を開けてきたとことなので、ちょっとこの上昇はね、まあ、ただものではないですね。うん、今日、だから先週1週間、海外投資が買ってたんですかね。 ちょっとこの後見てみますけども、うん、その情報はね、また明日の戦略編の動画でね、上げていきたいと思ってますけども、海外投資家の動きですね。で、トピックスの方も窓を開けてドンということで、45ポイント上昇ですね。まあ特にトピックスの上昇は、この25日移動平均線にサボされて、まあ予想通りバリューシフト、小型株シフトですね、それから低位、高配当株シフトが続いているということで、 まあ、その上昇が、トレンドが継続中ですね。特に今日、証券、銀行系ですね。予測した通りの動きになってますからね。まあ、ここまでしっかりとね、私の予測を信じて、ガチをしてきた投資家は相当儲かってるんじゃないかなと、正直思ってます。まあ、コメントを見るとね、儲かりましたっていうコメントの話なのでね。まあ、それはそれで、ここから先もですね、そのトレンドが通かどうか分からないですからね。 まあこれは冒頭からはしてき,てきてる通り、結構材料を出尽くし感はあります。これはもう、あと皆さんの自己責任ですからね。うん。なので、その辺はちょっと警戒しといてもらいたいなと思ってはいます。だからもう銀行が上がっているのはもちろんね、日銀のお発表をお交換性ってことになりますからねこ。この先のですね、未来に向けて上昇しているとことです収益が上がるんじゃないかという予測ですよね。ただそれだって材料としてはもう、インパクトは徐々に薄れ始めてますからね。うん。そのあたりはまあ考慮そういった方がいいかもしれないですね。 あとはね、ちょっと金融の気になる動きとしてはですね、金融所得課税強化、忘れていませんよと、と、うん。皆さんをちゃんと覚えておいてくださいねって、いつでもやりますからってことで、えー、鈴木財務省がね、えー、言葉にしたってことで、まあ、鈴木さんが、まあ、反対するかあ、賛成するかちょっと置いときまして、まあ、今ここでね、わざわざ言う必要があるかとね、思うんですよ。水を刺すなと。 余計なこと言うな、というふうにね、言いたいんですが、まあ言いたいんでしょう、むしろね、この株高の中で、まあ金融所得課税もね、忘れないでほしいと。あとはまあ、岸田総理に対するアピールかもしれないですね。まあ慎重に検討する必要があるということなので、含みは持たせてるだけなんですけども、一応まあ、ちゃんとね、考えてますよと、タイミングとかをということの姿勢を出さないとね、岸田総理からいつね、君、いつやるんだいと言われかねないので、 あえて発言した可能性もあるんじゃないかなと思ってますね。ちなみになんか今日ニュースで他のニュースに出たんですけども、え財務大臣ですかうん。あれですね、新忍者とか株式と資できないみたいですね。日本の法律上。というのはなんかニュースが上がってますね。だから今できないので、新忍者ね、いずれやりたいみたいなことを確か鈴木さん話していたような気がしています。間違えてたらごめんなさいですね。アメリカはできるんですけどね。別にパウルさんとかやってますからね。ただ制限がかかっていたと気がします。あまりにも、 をやりすぎるので、むしろね、制限なく、なんか6億円とか儲けてたらしいんですよ、パウエルさんがね、お昨年ぐらい。<laughs> 自分で、ね、FOMC 牛耳ってて、自分で発言せのに、その前にね、売り抜けるみたいなことをやってたわけですよ。アメリカでもそれって別にね、特権社会なので。 それはそれでパイオリの特権ってことで許されていたんですけども、さすがにね、それが大ピロゲになって、やりすぎだろう、みたいな。他の連銀たちもそれやってたのでね。それで規制がかかって、まあ、ブラックアウト期間でしたっけが設けられたような気がしています。まあ、これも全部、ちょっと記憶だけで話せるので、間違えてたらちょっとね、逆にしてきて、してくださいと。いうことで、えー、今日とで注目3名からですね、材料が出た順に話していこうと思うんですが、富士石油ってことでね、今日大きくストップ高で上がってます。お、これストップ高来るか、ということでね。 いや、すごいなってことですよね。で、これニュースとしては、えー、あれですね。出道ですね。出道さんに、まあ,あ、買収ではないですけども、大株主として、筆頭株主になったということですね。で、これによって、まあ、あれですよ。経営の効率化ですね。が図れるんじゃない、図られるんじゃないかってことと、やはりね、大口のね、そういった出道が、今後ね、サポートするわけですから。 まあその富士設計にとっても、今後その、まあ、メリットがあるんじゃないかってことですよね。経営の効率が以外にもですね。販売網の強化とかね。っていうことでまあ上がったということになってますね。まあおめでとうございますと。早めに仕込んでいた方はね。で、それから東洋エンジニアリングですね。東洋エンジニアリングもね、うん、割安定位株の筆頭中の筆頭ですけどね。まあ相場役25年ぐらいやってる人だったら、もう東洋エンジニアリングもう上がんないでしょ、こんな株と。 思っていたと思うんですけども、こちらも爆上げ中の爆上げですよ。どうなった日本株いいぞ日本株ってことだね。で、東洋エンジニアがですね、この200日同期院にサポートされた後、もうグンと上がって、今日も9%近く上がってますね。で、この理由がですね、えー、1株配当1 2円ということで、えー、これは副配なんですよね、確か。これまでずっと無敗だったのかな。まあ、東洋エンジニアが本当に、えー、割忘れされた低株、まあ、最後の低株と。 言われてはないですけどね。他にもいっぱいありますから。まあ最近、あと上がってないの、ラオックスとかどうしたみたいなね。ラオックスいつ上がるんだみたいな、思ってます。これは、あの、進めてないですかね、もちろんね。あまりにも定位。あと、シャープさんどうしたみたいなね。まだまだあるんですよ。あの辺が、だからもう上がってきたら最後でしょうね。もう最後ですよ。お祭りのね。と思ってはいます。うん、僕はあくまで個人的なこれはポジショントークですけどね。だから、いまだに上がってない超割安低株とかもありますけども、まあ、東園寺もね、えー、その筆頭だったんですが、副杯。 ということでね、いよいよ無敗から不快に転じたということで、さらなる上昇を遂げているということになりますね。まあ、こういったメーカーが続出しているということですよね。で、これも読んでましたけどね、去年からずっとこれ、バリューテイクますからと。これもね、まあこれを信じてね、えー、その戦略をまあ、ね、忘れずにいた人は結構儲かってるんじゃないかなと思いますね。僕はそれをもう去年からずっとこのチャンネルで言ってきましたし、特に大きくポートフォリオを組んだのは、ご存知のように、去年の9月の配当権利をチーム前と。 まあその時は散々言われましたけどね、神岡さんみたいな、信用できない、外れてるじゃないかとかね、一旦下がったんですよね、配当権利落ち日後ですね、まあ、それは下がるんですよ。アロマリですから、えー、ね配当が出た後は、それは下がるものなので、ただね、その後お、バリューシフトが起こってね、来てるじゃないですかということになってますね。あと、JAL、え、で、ー、今期最小13%情報修正でね、配当も10円増額してますね。 で、えー、従来予想ね、80億から90億円、前期は344億円なので、まあ、ただいさえ前期からね、3倍ぐらい、いいね、最終益残しているので、予測からも12%以上、情報修正していきたいとことでね、だから攻めの予測から、えー、を上振れてきたってことなので、これは良い決算と言ってもいいんじゃないかなと、中身を見てもね、とは思っています。で、こちらは全て、ホームページに公示されてますから、誰でもね、世界中誰でも、 同じように見見ますかららね合わせててこちらの方も見てくださいと材料、ね、で、株価の方はですね、とはいってもずっとね、この200日に頭を押さえられて、えー、レンジですね、うん、押してきました。まあ、上に2900円から下に2700円のね、狭い間での、うん、ボックス、まあ、こういうのを売れりとも言いますけどね、売れり相場を続けてきましたので、逆にこれを突破してきてね、今度は200日を突破してきた場合は、3000円に向かって上がっていく可能性もあります。もちろんこれで頭を押された場合は、 再びですね、うねり、ナイスボックス、ボックス継続ことになりますけども、まあ、上跳ねたりした可能性、していく可能性もあるんじゃないかなということでね、良い材料ですのでね、ご紹介させていただきましたと。まあ、今の強いのでね、まあ、利益は継続していく可能性も十分あるでしょう。あとは燃料費ですよ。燃料費さえね、落ちてくればということになるんじゃないですかね。ということで、まあ、これはもう紹介しましたね。マクロスありがとうございますということでね、えー、とにかく、今、日本株上げ上げできてますけども、あとは皆さんしっかりとね、 ただ、デジタル上の利益はデジタルでしかないですから。まあ、あそこで利確しとけばよかったということにならないように、しっかりとね、分割してもいい,い,いので、まあ、現金化していくというのも結構大事な戦略ではありますけどね、どこまでも上がっちゃうと、利、う、確、ん、がもったいないみたいにね、こういったステージの時は思っちゃうものなんですけども、神岡どうなのかというと、僕はもう次々に実は利確をしていますね。利確早すぎるじゃないかと、早い,早いですよね、と、もうけ損なってませんかという人がいるかもしれないですけども、 なんで儲け損なってるんですかね利益が出てるわけですからね。10万円だった株が50万円になって40万円利益出てるわけですよね。これが、これのどこが儲け損ないなんですかという思考に変えると、これも冒頭話しますよね。そのね、えー、税金持ってかれると。1円も持ってかれたくないっていうところから、持ってかれてもいいと思った段階で、ステージが1個上がるんですよ。経営者としても。してもね。うん、企業価値の方に目が行くわけですから。より内部留保、税金を払って残して、企業価値を上げていって、 安定経になっていこうと。そうなってくると、会社経営者としては、ステージが上がります。間違いなくね。うん、同じなんですよね。うん、理確についてもね。これちょっと長くなるので、えー、もうこれがですね、また週末でこういったスキルとかマインドとかの話はしていますので、あんまりね、回転しないんですけどね。まあそういった、えー、スキル系のね、動画もちゃんと見てもらえたら嬉しいなと思っています。それでは今日は以上です。高速で。